こんばんは。お風呂上がり、お風呂上がりです。間に合わないかと思ったやばいってなった。まあ、ありがとうございます。音符もありがとう。クマもありがとう。こんばんは、お疲れ様です。一日お疲れ。どうもありがとう。ギリギリになりました、すみません。昨日も配信できず申し訳ない。こんばんは。寝たかと思ったら寝てないよ。準備してた、いろいろ。体調大丈夫です。ありがとう、心配してくれて。前髪が伸びました。あと、アギありがとう。なんか、あ、乾いてない。え、そうなの。ちょっとまだ乾ききらんかった。前髪だけ、せめてもの、うん、青いやつありがとうございます。眠いか、いや、目がかゆくて、ずっとかいよ。なんかプランパーっていうやつ買ったんですよ。プランパーって知ってますか。なんかリップオイルみたいな感じなんですけど、なんかプランパーっていう種類のリップオイルみたいなのがあって、で、まあ、結構メイクされる方とかは知ってるかもしれないんですけど、プランターなら知ってる、プランパー。なんかこう塗ったら、リップオイルみたいな感じでこう塗ったら、なんかそのリップオイルの成分にカプサイシンが入ってて、ですっごいヒリヒリ痛くなるんですよ。で、痛くなって、でだんだん唇がちょっとぷっくり腫れるみたいな、腫れるっていうかな、ぷっくりするみたいな、そういう原理なんですけど、そう、なんかメイク前とかにマキシマイザー的な、まあ似たような感じ、そんな感じ、そんな感じ、なんかメイク前とかに塗って、まあメイク中とかでも塗って、で、まあメイク出来上がる頃には唇ぷっくりみたいな感じの、そういうね、なんか、まあ、なんかリップ的なやつがあるんですよ。で、今まで使ったことがなかったんですけど、ちょっとこの間9点で目変わりがあったので、なんか初めてこういろいろね、プランパーってものを買ってみたんですよ。で、届いて、ね、ちょっとお風呂上がりにさっき使おうと思ってちょっと使ってみたんです。多分使うタイミング違うんだけど使ってみたんです。そしたら、マジで痛すぎて、本当にヒリヒリ、もうすっごくて、もう唇がもうなんかちょっと名残あるんだけど、もう膨張してやばくて、私なんか氷で冷やしたんですよ、さっき。あんなにマジでもう規格外にもうポンみたいな。で、なんかお姉ちゃんにもやってもらったんだけど、なんかお姉ちゃんがこれなんかダメな痛みだみたいな感じで、でもなんかそういう、なんか唐辛子のそのカプサイシンで、なんか、こう、ぷくっとさせるみたいな原理らしいんですよ。本当に。でも、そんな持続するわけじゃなくって、その時だけかもしれないんですけど。で、めっちゃ痛すぎて。で、今もちょっと若干ヒリヒリするんだけど、めっちゃもだえてた、ずっと。痛いと思って。
ありがとう。激辛食べた時と原理は同じですね。まあそういう感じです。あの激辛食べたら口がこう赤くなってぷくりってなる、ちょっと腫れたみたいな感じになるじゃないですか。まああんな感じです。なんかぷっくりさせたくて買ったんですよ使わなくてもぷっくりできた。なんか確かに唇がそんな薄い方じゃないから、私もともとね、まあ、確かにある方だよね。下唇ぷっくりしてる、もともととか今カサカサだ、もともとです、これは確かに血色が良くなりそう。赤かったもん、めっちゃ。眉毛いらない？だってさ、唇がもうプルプルでぷっくりしてたらもうセクシーじゃないですか？いやなんか気になったけん買ってみたよねプランパー。いや結構ね、多分メイクをされる方で、あのこうなんて言うんですか、こういろいろ詳しい方はプランパーとか結構知ってると思うんですけど、セクシーが欲しいか？いや違うんだよな、多分みんなが思ってるセクシーじゃないんだよな。わからん。ありがとうございます。誰にアピールしてるのか、自己満大抵のものは自分のためにやるよ自分が満足するためにやります。気になったからやっただけです要は痛かったよっていう報告だけ。みんなに、いや私はみんなに確かに好きになってほしいけど、自分の好きな自分じゃないと嫌だから、まずは自分がいいなって思う自分になりたいの。それをみんなが好きって言ってくれたら嬉しい。そうなんだよ。だから全ては自分のためにいろいろするんですよ、可愛くするのも。みんなも自分のためにいろいろするでしょ。ご自愛ください。ご自愛ます。ご自愛ますっていう日本語ない？ご自愛ます。ご自愛します。ご自分愛します。でもね、そんなこと言っときながら、私、どう髪の毛切るのどうとか言うじゃんか。だから多分
あの自分だけが好きな自分でいたいっていうよりか、多少なりとも人の意見もすごい気にしてるから、人にみんなの意見とかもすごい気にするから、すごい全然言えないんだけど、なかなかなんかあの自分、そう、なんか結構優柔不断だしね、どっちもの自分がある、曲げられない部分と曲げてもいいから人の意見聞く部分、気にしい、あ、全然気にしいですよえ、でもなんか昔より全然気にしいじゃないよ、本当にマジで、マジでマジでマジで二重人格ではないですよ、みんなあのいろんな方面の自分を持っているものでございます。人は二面性三面性分かりませんけど、何面もの自分がいるはずですかげでは悪女？いやー、おーほほほほ、そうかもしれませんよ。でもなんかそうだね、私ね、何にも考えてないかもしれん、割と。あの、あー、めんどくさーい、どうでもいいやーみたいな感じでちょっと生きてるかもしれません。キャラ、ちょっとじゃあ今日キャラ作る、私あのあざといキャラちょっとやりたいんで、ちょっと最近あずみんがあざといキャラやってて、私もちょっとやりたくなったんで、キュルルルン、ねえねえみんなもう寝ちゃうの、まいちゃん、あ、ダメだ、できない自分はちょっと合わないな、こりゃ、あ、ちょっと無理だったわ、びっくりした、びっくりするな、これなんか、なんか自分がやるのは違うな、キャラ編まいちゃんまだ眠くない、キュルルルルルン、おやすみなさい皆さん、これは心が持たないです、本当におやすみなさい、じゃあ大丈夫もう いなっちさん、こまりさん、きなべこさん、なんばのひさとさん、いやー、よしーさん、くまねばさん、考えなしーさん、かずさん、たにたにさん、ゆずきちさん、きょうじさんのたそがれさん、フリーライダーさん、1位は、ドゥルルル、あ、ドゥルルルル、ドゥドゥン、ふくちゃんまるさんでした。足がしびれとる、明日何曜日だ、もういけん、曜日がわからん、あ、木曜日やあ、え、あ、木曜日やんね、木曜日や、おやすみマイキュー。
お疲れ様、ありがとう。見てくれてありがとう。おやすみ。明日も頑張ろう。おやすみ。ラブ。